はいどうも、ラグナロクの英雄と申します。今日もクラロワジットをやっていきたいと思います。今回はね、バトルとかではなく、リプレイをね見ていこうかなと思います。なんでしょう、新しい。こちらは明日からにしましょう。今日はね、はい、もう動画が消えたりして、もう疲れたんで、リプレイを振り返っていこうかなと思います。それでは一つ目の動画、完璧な逆転というタイトルでございます。もうね2日も経ってるんで、ちょっとどんな感じだったかはちょっと覚えてないところあるんですけど、なるほど、相手も強気ですね。結構攻めますね。いきなり中コストを使ってくる。さあここでこちらも負けずと仕掛けていきます。しかし相手の方がこれはうまいですね。さあこんな状況で勝てるのでしょうか。まあでもこちらはエリクサーポンプを立てているので、少しそういった点は有利かなと思います。このエリクサーポンプっていうのはあれ、これはまずいんじゃないでしょうか。少しまずい。ちょっとね、まあ気にしないでください、今のは。はい、まあスマホで撮ってるから、ならではなので、はい、そうですね、このエリクサーポンプっていうのは、まあエリクサーポンプ以外もなんですけど、このクラロワっていうのはこの4枚並んでいって、で8枚構成なので、そうですね、例えばエリクサーポンプを1個置いて、で他のカードを4枚出すと、もう一度エリクサーポンプが手札に回ってくるという構図なんですね。はい、おっと、いい形なのではないでしょうか。このままを1つ取られていましたが、このまま攻め切って逆転勝利と。グッドゲーム。なかなかに持ってますね。はい、それでは次の動画に参りましょう。次は、クラロワってこんなに楽しかったんだという動画ですね。だからエリクサーポンプの話に戻りますが、4枚カードを消費すればもう一度手札にエリクサーポンプが来るんですね。なのでエリクサーポンプを1個置いて、1個出して、1個使った後、その4枚をもう一度回すとですね、もう一個エリクサーポンプが立てれるということですね。で、基本、この4枚カードを消費するまでにエリクサーポンプ、なんて言おうとしたんだっけ。エリクサーポンプは、もう一回回ってくるんです。エリクサーが全部、違いますね。エリクサーポンプが全部使い切られる前に、もう一度エリクサーポンプが、回ってくるので、どん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 、エリクサーポンプを増やしていくことができるので、置けば置くほど得という考え方を、私はしております。これもいいですね。ちょうどよくレイジをかけてた感じですけども、はい、さあ先ほどとは打って変わってしっかりとガードしていきますね。ダメージが入らないように、はい。でスケルトン言うのにはスケルトンで、まあ、返していきたいですけど、ちょっと遅れましたね今のは。まあ泣いてますね。まあこの自分がミスをした時に泣くということで、この泣いて全然焦ってないですよみたいな。あ、今のも、煽りの一つですね。今、エリートバーバリアンを出してきたんですが、エリートバーバリアンはどうしてもこう対応しにくいものがあるので、実際に出されるとね、ものすごく対処に困って、
もう泣き目になったりするんですけど、まあそれを怒りでやったんですが、まあそうですね、メガナイトで対応できるのに、わざと対応できないふりをして、メガナ、泣きスタンプを送ると。これでね、相手によしと思わせてからの、まあ、煽りっていうか、その、騙しですね。ができると。で、精神的に、まあ、精神的に、こう、ダメージを与えられると。そして、そんなこんなでも、この形ができてますね。この、百鬼夜行の。まあ、昨日も百鬼夜行とか言ってたんですけどね。大名行列とか。もう一度メガナイトが回ってくるほどエリクサーポンプが来ましたが、すごくないですか？ブザービートですよ、ブザービート。素晴らしい。これは楽しいですね。こんなに楽しい、勝ったっけっていうね。こんなに楽しかったんだっていうね。いやもう本当、次の動画は、楽しすぎると。まあ先ほどに続けて、きっと楽しかったんでしょうね。テンションが上がりまくったんだと思います。まあ最初から動画を見るときにですね、タイトルつけるんですけど、今回のタイトルは全部ネタバレしてますね。まあ大抵クラロワの動画をこのクラに上げるときには、大抵まあ、引きつけるためが主なので、まあネタバレしてることは、まあ、多いですね。まあ見てもらうためにと。うん、ここもちょっと対処しづらい感じですが、エレクトロウィザードで足を止めてる隙に、ファイスピを前から出して、インフェルノドラゴンとアイスウィザードを対処し、まあ残りのネクロマンサーはね、単体ならそこまで強くはないです。はい。全然、対応しきれるレベルなので、ここで2個目のエリクサーポンプを置いていきます。煽ってますね。あ、煽ってるっていうか、あれですね。普通に負けてるので、普通に負けてるんで、泣いてますね、これは。さあ。このね、バーバリアンとか、ゴブリンの小屋。あ、バーバリアンの小屋とか、ゴブリンの小屋を出してくる、こういう、小屋デッキって言われるんですけど、こういう小屋デッキの相手はですね、非常にこう、どんどん小屋が出れば出るほど厄介になっていく相手なので、こういう敵はですね、できるだけ早めに対処しないと、もう対処しきれなくなるっていうのが、大抵ですので、ここはね、エリクサーポンプを立ててる暇はないと、もう、どんどん攻めなきゃいけないということで、今攻めてますね。その考え通り、成功してますね、うまく。まあ、やるなと今煽っていますけども。このエレクトロウィザードとネクロマンサーだけでも結構、強いですね。はい。エレクトロウィザーゴッドがまず強いです。エレクトロ、そうですね。ネクロマンサーは、ネクロマンサー自身の他にスケールも出せるので、エレクトロウィザードは、攻撃するたびに対象、ターゲットが変わるので、さあ、ここで、グッドゲームと。倒すたびに、攻撃するたびに、相手が一瞬、電撃を食らって痺れて、攻撃がリセットされるんですね。攻撃ターゲットが。ターゲットがリセットされるので、そこに重ねて、ネクロマンサーやスケルトンで、さらにターゲットをずらしていくと。そうするとですね、エレクトロウィザードにダメージが入らず、どんどんエレクトロウィザードとネクロマンサーの攻撃が通っていくと。言った点でかなり強いんじゃないかなと思います。今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。